こんにちは、ナオキです。今日もね、レドンドビーチにおります。で、いつもの通りね、レドンドビーチが家から近いので、まあジョギングだね、今日もしておりました。で、ジョギングって言っても、まあ歩いてるだけなんだけども、で今日はね、ナオキのね、使える生活で覚える英単語だね。はい、今日はこれだね。シーアーチンって書いてるけど、これが何を意味するかっていうと、見てわかる通りシーアーチンって海のことを言うんだね。今ね、レドンドビーチはね、引き潮だね。で、いつもと違った角度でね、ちょっと引き潮のね、動画、見てもらってるんだけども、あとね、おまけなんで、餅あるじゃない、餅ね、ライスケークって一昔前は言ったのかもしれないけども、今ね、まあ、ライスケークとも言うんだろうけども、餅って普通に表示されて、普通にアメリカ企業とかが売ってるのよ、餅ね。左下ぐらいに多分餅っていう動画っていうか画像が出てると思うんだけども、その他ね、今思いついていないけども、家に帰った時に、左下に今話してる時に、画像がね、左下に多分出てると思うんだけども、まあ、こんな感じでね、アメリカのね、生活の中に日本語ってね、結構溶け込んでるんだね。で、ついでにね、おまけね、さらにおまけね、前ね、何度かホワイトポイントビーチの動画作ったと思うんだけども、あそこだよね、ちょうどあっち、あれがホワイトポイントビーチの方向だね。なんか軍艦島っていうかね、要塞みたいになって見えるような場所の、端っこの方がホワイトポイントビーチだね。だから前の動画であっちがレドンドビーチだよって言ったのの逆側ってことになるね。ちなみに位置なんだけど、こっちがね、北、こっちサンタモニカとかマリブね。で、ほら、こっちが南だね。で、ロングビーチがね、こっち側って感じだよね。ちょっとこっち側かな。夕日だね。まあ、そういうわけでね、ウニのことはシーアーチンって言うんだけども、実際はね、高級スーパーマーケット、アメリカの高級スーパーマーケットとかで、ウニって表示されてるんだね。もう日本語だね、ウニ。で、ウニって多分、表記した方が多分高く売れるんだよ。だから、シーアーチンとはね、書いてないで、ウニって書いてる場合が最近すごい目立つかな。それじゃね、本日の動画はこれで終わりにします。おやすみなさい。